ました。スマブラーフェス。はい、はいはい、MC を務めさせていただきます。VIP のジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。師匠エグ、さっき戻ったもんね。なんか勝った、ね、落ちたけど戻ったから。ちゃんとあのなんか配信しろとか言っても代行とか言ってましたけど、ちゃんと目の前で上がったんでもうあのでかい口聞かないでくださいね僕に。言い過ぎな。いやその説本当にありがとうございます。すいません頑張りました。今回も、この方に遊びに来ていただいております。こちらよろしくお願いします。パセリマンです。よろしくお願いします。はい、パセさんよろしくお願いいたします。そしてはい、レインです。よろしくお願いします。はい、レインさんよろしくお願いします。そしてはい、エイトリックスヒカルです。よろしくお願いします。はい、ヒカルくんよろしくお願いいたします。さあ、今回なんですけれども、来たわね、来たわね。来たよ。スマブラハウス新ルール。うん。そんななんか大型設定に行くぞ。あ、そうですね。今から企画対戦するんですけど、あの僕が普段 FPS 界隈の子たちとやってる、変なルールをちょっとやりたいなと思ってまして。どっちがね、なんとかマスターか。ああ、なるほどね。確かにそうかも。はい。今回ですね、僕があのちょっとやってるあのモンスターボールタイマンという、絶対おもろい、はい、ルールがございます。絶対おもろいわ。あの皆さん、なんかモンスターボールでのみで戦う、まあ、攻撃ありでみたいな、うん、思ってるかもしれないんですけど、僕がやるモンスターボールタイマンはもうそんなんじゃないです。まだキモい、もしかして。まだキモい。全然キモいです。軽くルール説明します。はい。ステージはポケスタ2で、で、ポケスタ2でモンスターボール、すごく多いにすると、両端、マップの両端、または中央のどちらか、右か左側にしかモンスターボールって落ちてこないんですけど、はい、ギミックはなしですよね。ギミックなしです。はい、はいはい。で、プレイヤー2人いまして、プレイヤー湧いたところからセンターラインで割って、うん、その範囲にしか入れません。右で湧いた人は右にしか入れないですし、左に湧いた人は左にしか入れません。はいはいはい。で、落ちてきたボール、これランダムです、うん、基本、うん、どっちに、だから右に4つ落ちてくることもありますし、うん、左に3つ落ちてくることもあるんです。行き過ぎ、ほんまに。だからプロプレイヤーとか関係ないです。これはキャラクター選べれば、例えばずっと空中に入れればいくらか受けやすいんじゃないかとか。ダメです、そんなマリオ固定です。それが一番意味わかんない。ポケモントレーナーとかピカチュウとかじゃないね。マリオ固定です。なるほどね。はい。で、チャージ切るようだとかもなし。一切なし。なし。はい。で、もう運のみで戦うというのを。いや、運じゃないっす。実力です。実力出ます。なるほどね。結局、まあそこに気づけただけでも10点かな。うん、ああ、実力が絡む。やっぱ最初って、うん、いやもう運やってなるんですけど、うん、いくらか僕テック知ってるんで。うわ。うわ、ちょっと強い。なんかこんな小池さんにスマブラで上から来られるみたいな。上から言ってないんだけど。高圧的な。やっぱビップ。ビップ来たから。違う。このルールに関しては先輩やからやっぱ。俺たちがあの7時間ぐらいずーっとコン詰めて部屋対戦してて、うん、で。あの終わりのアップでやるのがモンスターボールタイマー。本当に脳みそ溶けて何でもいいやつ。何でもいい時にやるやつなんで。これはトーナメントでやりますか。さあ、そうよ。もちろん。もちろん。もちろん。そう、グッパで。はいはい。いいですよ、やりますか。グッパ地方でます。大丈夫ですか。え、いいよ、グッパジャスとかでしょ、どっちにしろ。グッとパーで分かれましょうとか。ああ、どれでも俺は合わせられます。パスタのルールでいきましょう。じゃあ、グッとパーで分かれましょう。オッケーでしょう。はい。俺グー出します。はい。いってます。俺グー出しますから。じゃあパスさんお願いします。あ、マジですか。俺が出しますから。じゃあグッとパーで分かれましょう。おー、だるこれ。あれ、小池さん、だる知ってますか。あれ、性格知ってますか。俺と戦えなかったんだろう、勝てるか。当たり前。パセリやるぞ。バレてるぞ。やるぞ。だるさ、俺もって戦えなかった。かもられる。じゃあ早速ちょっとやっていきましょう。オッケー。マリオ固定ってのがすげえピンとこないね。ここだけ。これはもうなんかテクイことできないように、ま、はい、なんかその崖つかまりでとか、なんかあのね、ワイヤーでとかできないようにもマリオなんですけど。いやー、マリオでも反射あるんよね。マリオ、あ、ダメです。あの逃げることしかできません。ガード、ジャンプ、まあ、攻撃ボタンも。あ、技出しちゃダメ。ダメです。え、上見で復帰は。あ、大丈夫です。それは大丈夫、それは大丈夫。復帰は大丈夫。あの、意図的に攻撃するのと反射がダメってことですか。ダメです、ダメです。え、じゃあ水かけるのもダメ。あ、ダメ、ダメ、ダメ、やめて。なんかさ、もう本当にダメだわ。え、もうごめんね、あの、ゼロ回戦敗退になっちゃうよ、ヒカル君、そんなこと言ってるから。ルールの穴と穴をついて何とかしてやろうと思って。で、あの、
敵陣地に飛ばされることもあるんですよ、はいはい、それは戻らなきゃいけない、うん、それの時は敵の攻撃食らうなって分かってても敵の陣地でガード張っちゃダメです。もう自分の陣地に出しておく、毒ガスが出てるって言うんですけど、僕らは毒ガスが出てる、毒ガス出てるよって死ぬよ死ぬよむずっいい、僕らこんだけ染めたら絶対ガードしちゃうんですよ。空中回避とかでも戻るのはありありね、なんかおかしい、おかしい行動を起こしたら一足落ちるんですか。あ、違います、毒ガスを吸います、プレイヤーが。あ、で、そうだね、オッケー、死が待ってます、オッケー、プレイヤー側に。オッケーすげえやりたくて、そんな思い、DA とかで拾うのは全然ありですからね。あ、オッケー、拾えれば。モラルも結構、モラルの戦いそうです、そうです紳士のスポーツなんで、モンスターボンタイマー対戦よろしくお願いします。あ、紳士だ。で、僕はもう左側にしかいれないです。はい、最初地味すぎる。最初クソ地味だ。これもうまずどっち、はい、もう、あ、びっくりした。どこで召喚してもいいですか。どこで召喚してもいいですよ。おお、もうこの時点でだいぶやばいっす。本当は3先なんですけど、まあ、出れんね、別になんもないし。ちょっとね、こういうことがあるから、これ逆に俺だったらと思うと、みんなどう。あ、これガード張ったらダメなん、これ。あ、大丈夫、それは大丈夫。自分のピンチはいいね。ああ、やって、やっべ、ややこまね、滞在時間一番長いモンスター。これ僕のだよ。これ僕のなんだ。すいませんけど。どっちも俺思い出すな、なんか。待って待って、これ先行だ、先行だ。あ、なるほどね、そういうゲームね。さあ、一気に奇襲。あ、マジかよ。なんでだよ。しかも、おい。いや、でもこのラインのギラテラは結構反転に避けれるんで。うん、そうだよ。あ、分かってる、これ小池さん。いや、ね、やってんのよ、これやってるわ。ちょっと待って、俺これ生拳が取れないんだけど、俺の。いや、生拳ね、Z 落としで出すの強いんやけど、相手に投げちゃうとね、この上で終わりなんよな。かなり弱いですね。あ、投げちゃう、危ない。俺2個しか出てきてないんだけど。ねえ、パフなし、ラインが削られてしまいます。一応壁キックとかはできた気がする。でのってなん、ちょっと火吐きますね。ね、来てモンスターボール。俺んとこに。ナッシーかわいそうだな、これ。ナッシーにライン詰められてる。ナッシーの。なので、あくまで一気に投げる戦法なんか。お気づき、うん、やっぱ初心者って一個ずつ投げちゃうじゃん。貯めるのが重要です。地味だな。いざという時まで地味で、結構派手な時すごい派手。えずらえぐい。ちょっと俺んとこ落ち、さあ。で、このあの。あ、強い。よし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 。来たー、いろんな技から何が出るか分かりません。よふる、あー、これは、あー、でも、あー、ダンであると、まあ、なんだかんだ避けれんなー、これ。あの、もう、なんでよー。うわ、発掘してる。そこの、あの、トゲで丸ね、なんで強くない、ずっと。いや、アルセウスは地面にいると大丈夫なの知らず。え、そうなの。うん、あ、いや、この人、めっちゃ強いんじゃね。ナイス。え、よくガノンよ、これ。いや、もうこっから申し訳ないですけど、確率は収束します、うん、もうずーっと俺んとこです、ほらね、分かってるし。あー、でもこれ自己強化しても意味ねー。ゾラーク来た。あ、いやー、これゾラーク、あ、ダメですよ、こっち来ちゃダメですからね。こっち来たらダメですよ。毒ガスあるから。毒ガスありますよ。あー、雪の王、これ強い。これはここに出るのは強いんですか。うん、雪の王強いね。あれは、でも意外と運が収束してる。そうなんだ、そういうことなんだよ、みんなやってんだこいつ。いけ、よしよしよし、あるぞ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 、みんなあるぞ。これのモンスターボールタイムあるぞ。これいつも3先でやってんの、えぐい。これ3先でやってます。で、神様ポイントとかいう謎のポイントを貯めてます。あっ、あっ、すいません、ルール違反です。え、ルール違反です。ルール違反です。ルール違反なの。あの、こっち側のボールしか取れないんで。あ、それ、あの、じゃあ、すいません、じゃあそのボールください、僕に。そのボールもらいます。確かに、確かに、そうだ。いや、理屈ではある。こっちにあったじゃん、ボールだって。あー、なんてこいつ。うしゃー、ハリマロンか。おいしょ、おいしょ、ごめんごめん。ちょっとだいぶダメージ、おいしいダメージ、だいぶハリマロンに持ってかれたな。一番活躍してたこの戦いで。あ、もうこれもう持っちゃダメです。持てますよね、あの人ね、うん、あー、なるほど、相手投げたやつから持って、そうです。あ、優勝候補が。まあ、あの、ルール説明してたんだよ。はい、レインさんの勝ち。お
まあ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 ただちょっと一回危ないところあったんでキャッチダメなんだね。あの普通に毒塗ってありますからねあれあのボールにはボールこっちに来たと思ったからダメですそれはあのキャッチとかなんです OK です、はい、じゃあ続いて2回戦目いやこれだるいなヒカルとやるのだからここの時点でもうなんかちょっとテクいことしてるパセさんはちょっとあほら見てパセさんの方なのよ、はい、うわあれ取っちゃダメなのダメですあれはもうパセさんしか取れないですあいいですねこの時間が一番面白いからこのぷよぷよの本線崩させるのかみたいなこの戦いがいやパスタもういやーいいわ分かってる分かってるもうそれできるだったら一流俺浅かったね浅いねちょっと浅いジャパコだから通ってたあれはうん消えちゃうからね気をつけあやばいくそあ何それ何それいた何おいジャンプしてるの俺初めて知ったかわいいかわいいでもよく見たらクソムカつく、ね、これってアイテムを消させないようにジャグリングするのはありなんですか、はい、あ、ありですよ別に全然いいですよ、できるならどう練習しとこ、ね、練習しとこ今もうこうやって1個ニャースを無駄にしましたよねこれでかいねかなりのリスクありますこれなるほどねなるほどねヒカルはもう今コシタンタンとあ、いい3つ出たしかもこれ熱い大丈夫いけよしオッケーいや強いこの夫人は強い熱いぞいいぞ熱い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 ダメですそれ当たったらもう毒が回りますよ体に体に回るよこれそうもし当たったらもうポケモンに当たったらもう毒が回ります NG コードなんで今入ったらですか大丈夫です着地しなければえ着地しなきゃ着地しなきゃドッジボール見てうわ土佐金とな一匹これ運ないなあこれこうなった場合はもうすぐそうすぐです危ねえガードも何もしなかったここでは俺のとこ全然落ちてこえんなこれ何だったらさ相手の陣地に入ったら死亡確定がどんでも面白そうだねえそうなんですよだから逆側に飛ばされちゃったりすると悲惨なんでまあできる人いたんだできるだろいい2つ投げはね割と定石捕まんないかいいですよ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 ああいや言うてたな俺が攻撃できないから待ってなんか出ねえかなごっつい技あー外れです危ないですよ気をつけてくださいそれもあの相手陣地のをもう触っちゃったらもう着地したってことでもう毒が回る毒が回ります俺のとこ結局何なん毒すげえプロ同士だとこんな終わんねえんだめちゃくちゃすぐ死ぬんだけどな俺たちなんだもうモサブを当てるのが一番大事そう光だいぶ狙ったね今あもうこれ危ないですよこれ危ないですねパーセントは稼いでますパーセント稼いでますこれ地味このゲーム絶対1ストだこれ取りに行けないんですか俺取っちゃダメなんですか。あ、取ったら毒で。毒塗ってる。ああ、これはこれあいいいい布陣いい布陣です。いやー、大上か。そうですね。大上潰すのはもうやっぱ定石です。サーマントが取りたくます。あ、ダメですダメですよ。取ったらもう毒塗ってありますから。落ちた時点でもう敵の毒に。結構EV強いんですよ。いいや。あ、パセさんそれ敵のところにあるんでこれ俺のとこ毒塗ってるそうですよ、毒が塗ってありますよ危ないですよ毒塗ってるよすいません見たら分かるだろ、毒塗ってこれはあの地面から垂直に伸びてるものとしてカウントされるんであ、すいませんダメですよすいません、すいませんこれはもうこれあの特別ルールで先に1ストック落ちた方の負けです今決まりました、長いんでやばいよ、やばいおいおい、いけいけ激しいかこれもう一個あったらね、この時にもう無条件で食らうからあーそう剣士熱いんですよファイヤーに気を取られたなファイヤー強いよね
ファイヤー強い。ファイヤー強いね。そう、対空できるポケモンが少ないから。なんかもう海王が出たら勝ちみたいなとこあるんで。やばいやばい、これやばい、これやばい、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 いやでも攻撃こう、フィルさんだけなんだよな。うわやったよっしゃー、嬉しい。運良くないっすか。いやでもパルキアを台の上に出すことによって当たり判定を台の上に置くのは定石だと思うんですが、どうでしょうか。もうね、ツバ飛んでますよ。クイクイ7分。俺のスマブラ SP 人生で一番長い試合でした。そうだ、早いで有名ですからね。俺たちないから、大マップ。大マップないから。ルール変更してもらっていいですか、決勝戦は。1ストック、マスターボールありでお願いします。あー、マスターボールありだと。マスターボールありで。マスターボールありが両目だね。それやりたいと思います。マスターボールから2ストックでいけそうだよね。いやまだいいんですけど、多分1でどうせ勝ったしね、俺ら。あ、なるほどね。いやストラ相手もありで天下取ってますからね。まあ、世界一ですもんね。天下取ってるんで、絶対。あー、一番センスない色だ。ショータイムというモンスターボールタイマーにおいて一番センスない色ですね。僕じゃあ、チャートやつカラーでいきます。これ誰もわかんねえ。まあ、どっちが最強のモンボマスターか。いやもう、いきます、僕は。これ神様ポイント1っていうのが付与されるんで、優勝すると。うん、さっきから出てる神様ポイントって何なんですか。神様ポイントが1です。教えてもらえない。あんだけルールに厳しいくせに、神様ポイント教えてくんない。俺たちもまだ使ったことはないんですけど、神様ポイントを。はい、ですね、とりあえず。あれなんか2個あるの。アローラの9個もいるんだ。どこんな。あ、はい。あ、ちょっと怒ってるのもらえる。さあ、溜めてるのこれいいです。あ、熱い。スターボールが一番軽く出る。いい、ありですよ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 。あ、今毒。今毒、え、毒、ちょ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 。はい、や、意外と何もしないで帰ってくるね。海洋が出たら激アツですからね。海洋が強いんですよ。俺たち界隈だと。海洋が出たらもう一。ああ。まずはやめてください。どうですか、ヒカル君、マスターボールから出てくるポケモン。いや、結構ね、タラレバなんですよね。割と台上に乗せたりすることの方が強かったりする。そうですね、バリ残るポケモン多いんで、はい、まあ、ファイヤーだったりパイキャーだったり、はい、そういうので台上に、あ、これの場合のチャージ切り札ありでございます。やったー。これはありだね。下かメロンボール、いけー。うわマリオなのが弱いわ。そうなんですよ、うん、マリオっていうのがいいでしょ。あ、ここでマリオ響いてくるんですか。そうなんですよ、ビクティニでのチャージ切り札ありなんで、うん、ちなみにビクティニのゲージはチャージ切り札のカウントにならないんで、はい、これやばい。あ、これ攻撃しちゃダメですからね。これ攻撃しちゃダメ。はい、毒が回ってるんで、もう毒の色してるんで。しかもこいつアイテム取ってくるんだよな。頼む。あ、そ、しかも投げてくるよね、この人。勝手に。そう、レインさんのものとして。え、弱いんだか。え、俺のレイン弱いんだか。比較、逆に自分の陣地に落ちた丸マインを投げるのはありですからね。あ、オッケーオッケー。うん。あ、そうなんだ。はい。ただ、丸マイン読みでね、自分の陣地に、なんてことは。確かに。はい。できないんで。あ、すごい、まずいんですよ。これね、映像で見てもらったら分かると思うんですけど、ね、これ COD 勢超喜びますよ、これ映像に残してくれたら。うわ、あ、いいよ、手振って。あ、これいいんじゃないですか、これ。めっちゃ、あ、レイン下げやった。お、手震えてんだよ、もう。え、こっち弱くね。ゲロセクトの下振れでしたね。下振れだったね。うまい。あ、キテルグマも強い。キテルグマ強いんですよ、これ。いや、強くないんだよな、下手。あ、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 危ないですよ、危ないですよ。危ないですね。毒も、毒もあった。一回で、一回毒もありかけた。いや、強い、強い、強い。あ、ある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 。いや、無理。あ、でも、あ、いや、無理無理。あ、もう、ガードとかダメですからね。はい、あ、セーブです、セーブです、セーブです。ミミック、お前、お前、お前。ミミック掴んだら熱い。お前のゲーム忘れる。結構モンスターボール直当てのダメージバカになるんだけど、うまっ。まあ、今メインウェポンするそれ。メインウェポンになってくる。あ、
あ、しかもいや、熱い熱い。あ、これ、これは結構もう決まったと思う。熱いよね。うまい。さあ攻撃被弾して落としてヒカルに取られるまで見えます。さあこのマスターボール、レインさんが持ってるマスターボールはゼガヒでも決めたい。これは決めないと。逆にヒカルにマスター、はい、レインさんです、レインさんですよ。ヒカルくん、レインさんですよ。審判超厳しいから。ここに関して。うわ、3つ目待ってるってことそれ。レインさん、もちろん強気。あれ、うわ、え、あれ、あいつ、あ、それはアートサキントだ。なんで、なんだ、あ、ルナ、え、なにやつ、あ、これ結構、なんだっけ、こいつ、これ結構、それやるわ、タックスすよ。俺とスタッフ、いやそれやるわ、タックス、うわー、悔しい。皆さんどうですか、マジでこうなるんですよ、このルール。実力あんま関係ないんで。待て、これだ、いやー、相手の方が一番上手だった。うわ、実力ゲーだった。マジかよ。いやー、でもいい勝負でしたね、ありがとうございます。ちょっと次はおめでとうございます。リベンジしに行きたいと思います。じゃあ続いてはあのキラータイマンということで。やんねえよ、やんねえよ。おめでとうございます、神様ポイント1です。いやー、マジか、惜しかった、神様。はい、ということで、すいませんでした、僕のなんかルール付き合わせてしまって。僕も見ててすごく楽しかったんで。ちょっとだいぶまっさりカットされちゃってると思うんですけど、あのちょっと長めにね試合やってもらったんですけど。まあ、違うの、ヒカル君、違う違う、そんなルールじゃないのこれ。ちょっともうあの家帰って練習します。あのぜひあの朝5時ぐらいからだいたいやってるんで、僕ら2時間ぐらいやってるんで、来てください、遊びに。あ、まずはモンボキャッチ100回からかな。パズさん、すいませんでした。いや、おもろかった、そうだった。キラータイマーの時も呼んでほしい。ちょっと僕のゲームスピードに合わなかったんで、今回。あの、ぜひやってみてください、皆さんも。いや、思ったよりおもろい。あ、本当ですか。思ったよりも。これ、オンラインでもできるのが熱いですね。そうですね。うん、はい、なんで、ぜひ。あー、まあ、あいや、すいませんでした。ありがとうございます。はい、概要欄の方にですね、パズさん、Twitch のチャンネル、YouTube も貼っておきます。はい。はい、そして Twitter、レインさんの YouTube チャンネルと Twitter、ヒカルくんの Twitch のチャンネルと、Twitter 貼らせていただいておりますので、ぜひそちらからチャンネル登録、フォローしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならー。512人規模の大会開きます。嘘です。俺じゃ朝5時に電話かかってきたのって、もしかしてそのルールでやらされるためにかかってきた？違います、昨日ですよね。あ、ね、そう。昨日も、朝5時にまでずっとスマブラしてて、僕で FPS 界隈の子たちとねやってて、であのヒカル君に電話して、プロってどれだけ強いのかわからないと、うん、その子たちは、まあ、FPS のプロだからさ、格ゲーなんてやったことないから、うん、で、いや、ヒカル君に3対1でやって、まああのね、他のプレイヤーもそうだと思うんですけど、プロの、3対1で1回戦ったことがあるんですよ、うん、超ね、うん、プライベートで、その時もう全然歯もただただだったんです、うん、っていうぐらい強いよって言ったら、いや、ぜひ1回やってみたいと言うんで、昨日朝5時に電話して、そしたら、ちょっと小池さん、マジエグいっす、今のシュートの地にいるんで、すいません。ほんとごめん、朝5時に電話が行くのマジでやばいよ、ほんまに。いや、俺アラームかけたかなと思って見たら、なんか小池を待ってて、マジでと、すいません、すいません。